八ヶ岳、北八ヶ岳ロープウェイから森林浴展望台コースに行きます。よいしょ。ちょっと時間余ってるんで往復約1時間ちょうどいいかもしれないです。ちょっと足痛いんだけど、足痛いけど座ってると体冷えて、結構寒いから体冷えてきちゃう。痛え。血が出てるから血とこのタイツがくっついて今剥がそうとしたら剥がれねえ。どうしよう。家帰って水かなんか浸しながら撮るしかない。痛えよ。なんだよこれ、もう草だらけじゃないかよ、草だらけじゃないかよ。うわー、痛えよ。往復3、往復で1時間30分、片道30分だから3パン20、80×3、2.4 キロ。2時。2時までには戻ってきたい。足が痛えよ。怪我直後とかはアドレナリン出てるからそんな大丈夫なんだけど、時間経つと痛くなってくる。木で足元柔らかいからいいな。
この足を怪我してなかったら三ヶ岳行ってたんで、もしかしたら、ね、転落してるっていう可能性もなきにしもあらずだから、怪我してよかったのかもしれない。お、見晴らしい。足が痛いよ。すごいね。こう考えると人間ってちっぽけに思えるな。うん、人間ってちっぽけだ。すごいな。うん、地球ってすごいな。地球はすごい。足が痛まだまだ続くな。
よいしょ。岩道になってきました。人が見えず怖いです。樹海みたいだな。あった。30分のところ13分ぐらい、14分で来ました。これが新入浴エリア。こっちがまた登山行けるんですかね。森林浴展望台。あー綺麗。やっほー。あそこまでは届かないな。こういうのを見るとヤッホーって言いたくなっちゃうよね。山がないから帰ってこないんだけどね。はい、以上です。狩りは取りません。